これ中側なんですけど、ちょっとね、ここがこっちは耳までこれ残ってる、ここがちょうどこのこれがラインなんですけども、こっちは残ってるんですけど、下に行くとですね、このラインより奥までサビで溶けてなくなってしまってるんで、まあこっちの表はこの線とか、まあこのへの字っていうか、この一つ目の折り目のところがですね、それでちょっと形をもう少し整えてからですね、まあこういう感じで入るんですけども、ちょっと叩いてもう少し一面やって、でこっち側はですね、もう一枚ちょうどこう貼って、で中側はこういう感じにしたいと思います。で外側の方はですね、こういう感じになりますね、こういう感じですね、でちょっと修正しながら、でこうラインでちょうどこのラインのところで縫います。でここがですね、少し丸みが起きているので、それをこう高くすると、鉄板を縮めないといけないので、なかなか鉄板って縮まらないので、ここはこうカットして、ここは多分生きていると思うので、カットして、こうノーマルで残して、やっていこうかなってところには思っています。ではですね、もうちょっとこれ、整えて、そっちにね、中からやっていきます。で、これこっち終わったらですね、今度こっちですね、こっち側がこれありますので、ね、こっち側やっていきます。それとですね、これ中側ですね、ここもですね、もうボロボロもうちょっと触ってるだけでボロボロ落っこってくるんで、これちょっと最初分かんなかったんですけど、ここ2枚重ねになってるんですね、こっち側でこう1枚、こう入ってまして、でこっち側からこうまた1枚で、これがこのないのがですね、この奥にこう刺さってるような感じになってるんですね、ですんで、ちょっとですね、長くなると思うんですけども、なるべくね、よくやっていくようにします。